はい、こんにちは、ブルブル代表の村岡です。今日はですね、村岡正則の遠征聴講ということで、ここはですね、岩手県大船渡市にやってまいりました。で、岩手はこの夏ですね、2ヶ月前ぐらいにあのツリビジョンさんのシーバスジャーニーで来たんですけど、めちゃくちゃいいフィールドだったんで、もう一回ちょっと秋シーズンの、ね、入り口なんですけど来てみたという感じですね。で、紹介したい人がいて、どうぞ。はい、こんにちは。岩手県のね、大船渡在住の、はい、ブルブルサポーターの岩渕隼人君です。はい、よろしくお願いします。今回よろしくお願いします。よろしくお願いします。釣らしてください、でかいの、はい、もう釣りたいんで一緒に。はい、頑張りましょう。はい、で、まあ、今日は今回1泊2日なんですが、ちょっと2日間頑張りたいと思います。はい、最近の状況はどうなんですか？最近はついこの前まではちょっと岸にちょっとベイトの数が結構多くいたんですけど、ちょっとついこの間まで連日雨が続いて嫌な予感、それでちょっとベイトがちょっといなくなっちゃったっていうのと、はい、水温がちょっと下がっちゃったかなっていうのがあるんで、ちょっとあんま状況的には良くない。じゃあ帰ろうか。まあ渋いんだ。渋いですね。それは残念だな。まあ、なんか見る限りあんまり生命感が、はい、そうですね。いい時はうじゃうじゃいるんだ。そうです、そうです。で、ここは盛り川って川かな。はい。で、河口ですね。どん、はい、もう それ以上先はいけない。いけないですね。で、深いんですね。深いです、ね。うん、で、そこでちょっとゲームということで、はい、まあ、ウェーディングをして、はい、流針はどっち側にあるんだろう。流針は斜めにこう奥の方に。こう？斜めにこう？あ、こうだと思います。はい、あっちが深いんだ。そうですね。なるほどね。はい、じゃあしっかり飛ばして釣る感じですね。はい、駆け上がりとかで。そうですね。わかりました。じゃあ早速釣りながらね、はい、いろいろ話も聞きながらやりましょう。じゃあ村岡さん、こっち側、そっち、はい、この流木の、それは俺ニット目から木に引っ掛けさせようとか、そういう、この辺りが別荘な、あ、で、そうなんです。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃいいので、最近いろいろ陰謀が多くて、はい、じゃあ早速、これは前は浅い、手前側が浅くて、うん、あと駆け上がりになってるので、うんうん、ちょっとその辺をちょっと打って狙ってもらって、どこまで行けるの？どこまでいける？多分このちょいだと流木付近までは行けます。了解です。じゃあ前出て、下はカキセだね、ボッコボコ、まだ生きてる、立ってるカキだね、これ。だからいい汽水域なんだね。あ、流れてるんだね、左から右に。ボッコボコ、いきなりディープウェディング。じゃあ行きたいと思います。ブロインの 125F スリムをハヤト君がつけてるんで、これもつけて。ここはどんな感じで狙うといいの？ここは、沖の方に背が入ってて、うん、その駆け上がりをなんだ、ルアー通して、うん、駆け上がりの段階で食わすみたいな、駆け上がり中心に狙う感じですかね。じゃあ回遊待ちってよりは、そうです、パーッとチェックするような、はい、着水点をずらしてってって感じです。なるほど、なるほど。あ、でもベイトいないね。まあ、全国的にもよくあるこう、ね、中規模河川の河口だよね。ですごい下のね、底底質、要は底の状態がめちゃくちゃいいんですね。これだけいいかなかなかないってぐらい、要は牡蠣ですね。で、それがこう非常に複雑によく育ってるんですよね。で、そうするとそこの隙間にカニとエビとイソメみたいなね、寒中類がめちゃくちゃ住むんですよ。で、結構広い範囲エリアですから、それがね、こう確実に魚を育てるし、イワシとかね、この辺イワシなのかな、なんかそういうフィッシュ、ベイトフィッシュがいない時でもスズキが川につく条件というのは、やっぱそのエビ、カニ、ハゼ、イソメ、
その辺がたくさんいるっていうのがねすごい大事なんで、いい川、さあここ、これ以上先はいけないんだね。これ以上先はいけないです。ここは深い、深いです、深いです。じゃあ隼人君は岩手出身なの？はい、この町出身。そうです。でも横浜にいたんだよね。横浜にいました。何年ぐらい横浜にいたの？10年近くですね。本当に、はい。で戻ってきたのは震災の1年ぐらい前。1年ぐらい前、はい、あ、震災の1年ぐらい前、はい。あ、じゃあ戻ってきていきなり震災。そうですね。結構大変だった？大変でしたね。まあ僕の感想ですけど、うん、震災前の大船渡って、うん、本当町自体が何もなくてですね、うん、で結構不便だったんですよ、うんうん、で震災があって復興が進んで、うん、町にいろんな建物がお店とかができて、うん、で便利にはなったんですけど、うん、僕個人としては昔の不便な大船渡が好きだなって。良かったなっていう、まあ良かった面と悪かった面があるよね、はい、光と影。このままあと何年生きるか分かんないけど、はい、自分の人生史上ではあれ以上の災害はないだろうからね。そうですね、すごかった。ちなみにシーバスは、はい、岩手のシーバスって、はい、まあこれはもう幻みたいなイメージで、はい、それこそ岩手県でシーバスフィッシングをこうシーバスを釣ろうと思ってやるなんて想像もしてなかったんだけど、はい、結構昔からやってる？僕自身は10年ぐらいなんですけど、まあ、もっと前からシーバスやってる人が何人かいて、うん、で話を聞くと結構昔からシーバスはいたと。いたんだ、はい、もうやっぱ絶対数は少なくて、絶対数は少ないですけど間違いなくいたと。なるほどね。で隼人君がシーバス釣ったのは10年前ってことは震災の後ぐらい？そうです、震災前も少しやったりはしたんですけど、うんうん、ちょっと釣れてなくてですね、うん、はい、ねロックフィッシュとかすごいじゃない、もう黒ソイとかさ、はい、なんでそのわざわざスズキっていう岩手じゃ難しい魚種にチャレンジしようと思ったの？ですね、たまたま僕の兄貴と一緒に、うん、隣の宮城県気仙沼市にある大川っていうところで、うん、青物を狙いに釣りをしていて、わらさ稲田、はい、でその時に兄貴のルアーにたまたま食ってきたのがシーバスで、でそれを僕自身が生で見るのが本当初だったので、人生初めてスズキを見たんだ。人生初めてスズキを見たっていうことでもう感動してそれで感動っていうのはかっこよさに、いやかっこよさですね。あと鈴木かっこいいよね。はい、鈴木はかっこいい。あとエラー洗いですか、うんうん、そう、それが明るい時間だったんですよ、うんうん、なのでエラー洗いが本当にもろ見えて衝撃だったんだ。そうです、鈴木。そうです、エラー洗いと初めて見る黄色のボディ。大川って、うん、そのやってたポイントっていうのが足場がものすごい高いんですよ、うん、でうちの兄貴もシーバスがまさか釣れるって思ってないので、うんうんうん、生まれて初めて見るシーバスに対してちょっとネットもないので、うん、飛び込んだんですよ足場高いのに。高いのに。でも鈴木だっつって、鈴木だっつってずぶ濡れになって、でもシーバスキャッチして、そうです。でそれを、うん、隣で見せられてやばいと思って、かっこいいと。俺も釣るぞと。はい、あでもそれは宮城県だったんだ。そうです、うん、ここから車で30分ぐらいです。あ、宮城近。はい、うん、今道路がいいので、うんうん、1ヶ月くらい通ったんです。釣れ始まっ、あ、初めて釣れて、うん、そこからもうシーバスのそのファイトがすごい、もう味わったことないぐらいな衝撃で、で一発目に俺デビュー戦のシーバスのサイズっていうのが75だったんですうん、素晴らしいね。でロックがあったら味わえない引きだったし、うん、まずアイナメに関しても50アップでも確かに引きは強いですけど、うんうん、
なんかシーバスの引きとも全然比べ物にならないぐらい。わかるな、うん、だったのでもうハマっちゃってハマってでそこからいろいろ DVD だの雑誌だの読んで勉強して、うん、で場数を踏んで今に至るみたいな。なるほどね。岩手のシーバスをやり始めたのはいつぐらいかな。岩手の本当もうすぐに。はい、すぐですね。やっぱ地元でも釣れないのかなって。そうですね、最初はやっぱ有名な隣町の陸前高田市にある気仙川の方でやってたんですけど、うんうん、でもなんか盛り川でもやっぱ釣れるっていうことが分かって、うん、そこからどうせだったらやっぱ地元なんでホームなんでちょっと盛り川のシーバスを釣っていきたい。なるほどね、はい。さあ河口の回遊待ちってなるとね、やっぱまずレンジだよね。レンジをいじるのが一番魚の反応、まあ、今まで釣れなかった時にアクション変えるって言ってもね、アクション変えたらいきなり食ったっていうのはあんまりないよね。レンジと飛距離だよね、重いのにしたりちゃんと沈めてそこ取ったりとかね、そうすると急に反応取れたり。つい先月くらいにいつも釣り一緒にやる人と、うん、隣町の気仙川でやった時に、うん、その人がブロイ125で、うん、91出したんです。91、はい、その時僕は60クラスしか取れなかったんですけど、うんうん、数が12本上がったんですよ、その時は。ああ、じゃあそういう時に比べて今が渋いって話ね。そうですね、そんな日に来たかったな。今日は湿気もなくてちょっと東北の綺麗なね乾いた空気がいいね。さあスネコン90でなんだっけこのカラーメンダブルチャートゴールドゴールドもうね、最近カラー名昔俺が全部考えてたんですよ。だけどここ2年ほど出るカラーは社員がねこうアイデア持ち寄って考えてるカラーが多くて、でもカラー名はね言えなくても超カワーは変わんないからいいんです、僕の中で。それ言えた方がいいんだろうけど言えなくてもいいんです。スネコンの表層トゥイッチング SG ダートで、ダートしてないなって、 SG トゥイッチングでちょっと誘ってみます。これも稲子作ってる時いいんだよね。橋と橋の間とかの何もないところでこのスネコン90を投げてボーって SG 変えてると夜普通に出るんですよね。回遊待ちなんだけど、だからやっぱスネコン90は稲子意識してる鈴木には強い。でも当たんないね。当たんないですね。粘る。まだいや、もっといい場所が出てきた。移動しましょうか。移動する。はい、よし。じゃあ、ここは気仙川ですか。はい、今は満潮からの下げ始めですね。まだ全然だね流れは、ね、はい。これはもっと早くなる。早くなりますね。下げ潮が効いてだんだん水位が下がってくるにつれて流れが強くなる感じなんで、スネコンとかを流して、はい、ちょっと流れ弱いんでスネコンで130で、ちょっとシャル出すいかな、はい、じゃあ早速やってみましょう。はい、水冷た。うわ、めちゃくちゃ冷た冷たいですね。あ、こんな冷たいね。これ15度ぐらい、うん、こんぐらい冷たいと鮎落ちてもおかしくないと思うんですけど。あ、落ちてはない。うーん、まだ確認はできてないので。この川が どれぐらい上から流れてきてるか分かんないけど、山が奥深いんですよね、水が冷たいってことはね。さあ、ブロイの位置に5F で、
少し流れてきましたね。うん、流れてきたね。はい、ちょっと下行きますよ。どんどん、なんか下の方が釣れそうな気がするんだよね。どう、粘った方が良さそう。対岸行きますか。対岸の、はい、じゃあ移動しましょう。はい、じゃあ、移動してきて、ここはどんな場所？ストレートな感じだよね。そうですね、川はストレートな感じで、河口から2キロぐらい、2キロぐらい、はい、登った場所になりますね。なるほど。まあ、ユーマ詰め、はい、ちょっと早速やっていきましょう。狙い方としては、狙い方、真ん中が深いんかな、これ。そうですね。結構いつもはボトムで食うことが多くて、うんうん、でベイトがそのざわついたりライズがあるときはもう表層とか引っ張りますけど、うんうん、反応があんまりないときはもうレンジ下げてボトムを探っていきます、うん、いよいよ暗くなってきたね。そうですね。こんだけだったらライズしてても良さそうだけどな。はい、でも釣りたいって思ってると、うん、意外と坊主食らうことが多いんです。うん、そういうもんです、はい、釣りはなんか殺気が出んのか。そうなんですよね、やっぱりし、だから取材の時、はい、とかロケ隊釣れてると、はい、魚が明らかに遠ざかるしね、はい、だから密室の鯉メソッドつって、はい、何年前だろう、ブログで書いてたの、ちょっと流行ったんだけど、釣れることを期待してわざとぼーっとするっていう。ぼーっとしてるときよく食うじゃない。はい、確かに。だからわざとぼーっとするの。とかはわざとこうやって芸能人持ちって、知ってる芸能人ここを持って釣りするのね。で車の CM とか大体こうだから、はい、こうすると要は巻き方が変になるじゃない。はいはいはい。で初心者がよく釣るのは、はい、やっぱり巻きリトリーブが規則正しく巻けないから釣れるんだよね。で中級者ぐらいになると上手にリール回せるようになると釣れなくなるんで、はいはい、わざとこう八角形みたいな、手首使わないで肩で回すとかいろいろやりましたね。いろいろやった。でもまあ釣れない時は釣れない。でもね、あれが一番釣れた。エロいことを考えると釣れる。あ、ですか。いや、ちょっとあんま考えないですね。考えないでしょ。考えないですね。考えたらもっと釣れるようになるよ。マジか。釣れないですね。釣れないね。はい。何かがいけないね。はい。ちょっと考えてるんですけどね、うん、全然反応がないです。いくらか流れ出てきてます。うん、流れてるよ。そうですよね、ラザミンの90の SGO カラーです。結構流れてますね。うん、いい感じで流れてるよ、はい、釣れそう。てかいよいよ流れがマックスになってきたのかな。もう音立てて流れてるね、そこの水がぶつかってるとこね。いやー、ここで釣れなかったら今晩どこで釣るのってぐらいの。そうですね、めちゃくちゃいい状況だよねこれ。出したいっすね、こういうところで。速い流れの両サイドにそこにモヤモヤが10メーターぐらいかな、幅であるんだけど当たんないね。しかもそれが浅いところから駆け上がり入った瞬間その辺がモヤモヤするんで、もう教科書通りの。で流れ入ったらね、あっという間に持ってかれちゃうんで、速い流れの中にはまあいる時もあるけど、どっちかといえばやっぱ
両サイドの方がね、いいですよね。速い流れのすぐ脇がいいですね、鈴木は。もうちょい遅くてもいいかな。もうちょいもやもやがとろっとしたくらいのところがいいから、もうちょい下流かもね。ゼッパー80にしてみようかな。釣りでね、アユシとかウェディング系のね、アングラとか水の中入って体、まあエンジンでね、空冷と水冷があったら水冷の方がはるかにエンジン冷やせるように、もう水の中入ると体の熱の持ってかれ方は何倍にもなんですよね、ゼッパー80ね。でその中でね釣ってると、まあ、元気でいられる人はあんま少なくて、だいたい半分は腰痛になるんですよね。こうなんでか血行が悪くなるのかな、姿勢なのかな、腰痛との戦い。だから終わった後は体を温めるのと腰回りのストレッチをしっかりしないと、ウェディングアングラーとしてあんま長く続きしないですね。みんなてかみんな痛めるんですよね、腰。もう来た、お、食った食った食った、 おでかいよ、しかも、うん、キシリアキシリアいきなり食った、おおおおおお、びっくり、駆け上がりで食ったよ。あー、やべやべやべ、こすられるこすられる。ここ深い、深いです、深いです。あー、手前側はちょっと手前です、なんかブレーキありそうね。はい、おー、深い深い深い、ダイブするとそういうわけだ。もしここは大丈夫。聞いた聞いた、いましたね。あ、いた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 。まずまずサイズ。シーバスだ、綺麗なシーバス。うん、食い方いいね、バッチリ。うっと、わあ、いいな。シーバス、ひゅー、気持ちいい。やっぱこの地合いだったね。ちょうど下げ止まり付近ですね。そうね、完璧な一本。嬉しい、釣れた。ゼッパー 80S ですね、プロド70ぐらいだね。とやっぱ餌は食ってんだな、これ。来たかやったぜ、この鈴木。ほら、太鼓いいですね。太鼓あって、あ、いい。この間も思ったんだけど、サクラマスといっぱいいるでしょ、この、はい、サクラマスと一緒泳いでるうちに小顔になるのなんだよね。サクラマスがいる川の鈴木は顔が小さい。いいですね。いいな。いや、見てこのハーモニカ食い。手前だった、手前。回収の段階ですか、岸。うん、もう岸際ダウンもだいぶ U ターン終わって、はい、一番こう強い波動出して上流に向かって泳ぎ出した瞬間だったね。いいシーバスだ、かっこいい、かっこいいよ。これを釣りにね、岩手まではるばる来ました。はい、おお、ヒレ立ててくれてありがとう。はい、しびれた一本、70ちょっと。かっこいいな。いい魚。いい魚ですね。よし。いいな。はい。冷たい。冷たい。いやー、めちゃめちゃコンディションいい。いやー、
来た甲斐があった。冷たい水だね。でもこの中でもね、まあ、もっと下がってもね全然アユ追っかけんだからね、すごいよね、はい、さあじゃあ逃がしたいと思います。さよなら、また会う日までって感じだね。本当にね、そうですね、ありがとう、大きくなれよ。おお、いや、ありがとう、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いや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 、一本釣れました。これ狙い通りだったね、この干潮前後のね、はい、そうですね、また出るでしょう、はい、はい、頑張りましょう、引き続きね。じゃあ俺も釣ります。パワーがある、何かがある宿ってる絶大な信頼感があるから、やっぱちょっと投げてる時間長いじゃん。やっぱちゃんと魚連れてくるもんね、こいつですね。まああのゼッパー140ってルアーがねあったと思うんですけど、あったと思うっていうか、うちから出してんので、まああれのね、こうバッタバッタバッタっていうアクションをやっぱちっちゃいので表層で 80F 作ってたんですよ。で、まあ、80F もそこそこ釣れたんだけど、 80S にしてやっぱしっかりレンジ入れてて水中でねバタバタ誘った方がめちゃくちゃ釣れることが分かって、でそっからねこうシンキングのスピードとか姿勢とか、まあ、今9割 85% 出来上がったところかな。であの開発の泉に、2点沈む時の姿勢がちょっとつんのめりすぎだっていうのと、フロントフックの位置を 0.5 か1ミリ後ろにずらしてっていう話しというかお願いをしたところですね。で結構ねそのまあ背中を倒すようなお腹を軸にルアーを前から真正面から引っ張ってくる、真正面から見たらあのフロントのフックの愛を起点に背中をバタバタ倒すようなローリングアクションなんですね。ですごい水を動かすんで、それはあの波動が強く出ます。こうなんかゴト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 っていう引き感ですね。で昔のラパラ CD とかそういうのに近いような引き感ですね。だけど重心移動構造なんでめちゃくちゃ飛ぶ、このクラスでまあ最高とは言わないけどマックス近い飛距離が出て、でブルーブルー得意の S字軌道ですね。ブロインと同じ最低30センチ幅ぐらい、これぐらいでこうゴトゴト言いながら、これ出すのにめちゃくちゃ苦労して時間かかったんですけど、やっぱりあの右に左にフラフラあのバタバタローリングしながらですね、こう右に左に動くとやっぱ鈴木からするとたまんないんですよね。だから特にやっぱ魚が食い気あるときはもう圧倒的に食われる力強いですね。でこういうふうに渋いときでもやっぱりなんか今のところは実調ベースで、だから今プロトなんで、あのこの動画がねあのオープンになったときでも発売してないわけだから、まあ、あの宣伝って点で言えば意味ないことやってるわけじゃないですか。ブルーブルーのもうすでに売ってるルアーでね釣ったらいいのに、だけどこんぐらい渋いとやっぱついちょっと投げてしまう、もう信頼感があるんですよ。なんかてかむしろこれかなみたいなね、それぐらいの仕上がりですね。で発売時期は未定です。まだ全然どうなるか決まってないけど、まあブルーブルーでいくつかやってる、今な30アイテムぐらいやってんだよね同時にね。それのまあ割と真ん中終わりの方まで詰まってきた一つですね。やっぱ8センチぐらいの食ってくるってことは落ち鮎ではない。そうですね、稲っこですね。稲っこ食ってんだね。詰め込んでも当たりそうだけどな。驚いてた俺おおみたいな必然の一頭のつもりだったんだけどな、なんか他のこと考えてた。そんな吹いてた、ね、
必然の一途で他のこと考えてんだよって話だけど、あ、確かずっと流れのよれ感じてて、ここで抜けてここでつってちょっと集中してで抜けて、あ、ここから回収なんだななんて言って、ちょっと他のこと考えた瞬間ドーンってきたんだよね。殺気が抜けるといいのかもしれないですね。うん、それ大事。エロいこと考えしたわけではない。さあ1匹釣れた途端にまだガンガン釣れんじゃないかって思えてくるのが不思議だよね、釣り人ってね。ちょっと今さっき当たりましたね。本当？はい。地合いだ地合い。何で当たった？ 80S です。 80S、 はい、フラッシュレッドで。いや釣りたい釣り人モードなんて、ただの釣り人モードになっております。俺の右の人、あー釣りたいとか言っていやー羨ましいですいや、あんだけコンディションいい鈴木がいながら一本ってことはないね。そうですね、数本いてもいいと思いますあのコンディション悪そうな鈴木が1本だけ釣れるってことは結構あって、真っ黒だったりボロボロだったり、まあ、なんかはぐれてんのかな、なんか状況悪いんだけど、ああいう鈴木はさっき釣ったような綺麗な鈴木は基本群れで泳いでるんですよね。だから1本ってことはないと思うんだよな。多分この縁に5本とか7本とかね、違う、少なくともですよね。だからまだ仲間がいるはず。で、とんかつトッピング3つ。とんかつが3つね。はい、だ、いただきますか。はい、いただきます、ね、あのぜひ紹介したい飯があって、この大船と、はい、モモキヤって、まあいろんな料理があるんだけど、まあ会えた時にね、なんかうまいとこ連れてってくれっつって、7月来た時に連れてこられたのがカレーうどんなんだけど、俺の人生一番のカレーうどんになったんですよ。動画に残すんで、ぜひ見た人ぜひ食べてください。なんだろうって、まずこの極太のうどん、うどんですね。で、このなんかカレーの香りが強いね。そうですね、独特のスパイス。ちょっとそんじょそこらのカレーうどんのレベルじゃないね。ぜひだな、ぜひ。わざわざ俺ね、延べ何日いたかな、この夏だけで6日ぐらい来てるけど、今日で5回目ですこのカレーうどんけどそんぐらいハマった。いいね、毎日食べられて幸せだね。はい、まあそうそう、もう食べないけど、カミンって言ってたな。美味しい。ああ、それもいいよね。はい、おはようございます。おはようございます。2日目といいますか、最終日。はい。今日はね、もうね、昼過ぎの電車で帰らなきゃいけないので、午前中だけなんですけど、ここは気仙川、ね、昨日釣ったとこに来ました。もうここだけだね。そうですね。可能性高い。はい、まあ下流の方バイトもあったけど、実際実績が出た場所ということで、で状況は昨日と近い感じ？そうですね。干潮前後で流れも速くて。こんな流れだった。はい。夜もこんな流れだったのかね。多分そうだと思う。音はしてたけど。はい。結構流れの音はすごかったんで。なおここをね、ちょっとやって最後。はい、してください。はい、頑張りますじゃあ頑張りましょう。はい、
まあ、今回ね落ち鮎期待でね来たんだけど、まあまだ落ち鮎のちょっともう少しって感じのところでした。発売が決まったんです。これようやく完成して名前はこの野郎ということに、 YouTube ライブ中にねこれどういう名前にしようか、最初この子んとか言ってたんだけど、なんか つまんないっていうか面白くないって言ってたらこの野郎ってことでやりまして、18センチ100グラムでもこの水押し、これはね一撃ですよ。ちょっと竿も糸も合ってないぞって感じだから目いっぱいのあげらんないけど、目立つし、目立つからこそ出るドカーンがあるからね。ほぼ水面ですね。で、あのフロントの下に藍が1個空いてる藍があるんで、そこにねこうあのブラックバスとかで使うなんか引っ掛けるベイトとか、まあ、リングでつけてもいいけど、ベイトつけると沈められるっていう。だからナスオモリとか15とかつけたらこれを沈めてボトムの方をね引けるとか、さすがにちょっとここね流れがぶつかって右に払い出していくんで思いっきりダウンだから、水の流れもろに受けるとこういうタイプのはねちょっと暴れすぎちゃいますけど、まあ、ちょっととろっとしたとことか止水器で一番水動かして、花をね誘う。実際開発中も何度も奇跡っていうか、あこういうとこで出ちゃうんだっていう、ね、すげえなっていう結果を引っ張り出してきてるくれてるんですよねこの野郎。ダメかね。ダメですね、当たんないですね。じゃあ閉めますか。はいはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとね残念ながら時間が来てしまったんですが、はい、まあ、岩手すごいね良かったですね。はい、とりあえず1本釣れたけど、はい、もっとこんなもんじゃないでしょう。こんなもんじゃないですね。今回の、ロケはですね、うん、状況があまり良くなくてですね、うんうん、ただ普段はもっと本数出るんです、うんすごいね、うんうん、本数も出るし、あとサイズもちょっと見込めるので。実際昨日最後橋の上から、はい、ね、川の様子見たら、はい、いたよね初めてとかね、はい、いますね。食わなかったけどね、はい、なので状況がまた変われば、ね、状況っていうのは何だろう、やっぱベイト、ベイトですね、うん、一番のやっぱベイトさえいてくれて、うん、あと潮位とかそういう流れの変動もそうなんですけど、うんうん、その条件がマッチすれば、うんうん、必ず出せると思うので、ね、ぜひちょっと岩手県のシーバスは本当に幻って言われてることなので、うんうん、ちょっとあのぜひ遊びに来て、うんうん、シーバスを釣ってもらえたら、ね、なんかやっぱ岩手のシーバスって価値があるよね、一本でね、はい、すごい一本で価値があるなと思いました、はい、ちょっとあのサイズも本当に大きいやつも取れたりするので、ね、ぜひいらしてください、はい、でも収録でやってるってことはどっかしらにいるんでしょう、ここ。そうですね、あの基本は大船渡の盛り川いるんだいつもにいることが多いんですけど、まあ、気仙川か盛り川にはいます基本は。じゃあはい、ぜひ見かけたら、うん、あの気軽に声をかけていただければ。塩対応せず、はい、神対応神対応です、はい、了解です、はい、じゃあ今回ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします、はい、またお願いします。また今年じゃないかな、はい、また来年ぐらいね、はい、来ますんで、はい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。